知床です。バッドノースをね、やっていきたいと思います。結構久々ですね。1週間以上、多分やってなかった気が。ああ、9日前。結構前ですね。まあね、ちょっと、バイオハザードとかね、メトロエクソダスとかね、結構、ビッグタイトルが出ててね、それに集中してた形だったんで、結構やれてなかったんですけどね。まあ、一段落ついたんでね、ちょっとやっていこうかなと思います。またね、アンセムとかがね、発売すると、またやれなくなっちゃうからね、今のうちにちょっと進めておこうかななんて思ってますね。前回どんな感じだったかな？あんまり覚えてないですけど。結構進めた気がしたんですけど、まだまだなのかな？まだまだ続きそうですね。ハテナが、アイテムでしたね。で、旗が人が手に入るやつだったんで、まずはハテナを目指してね、アイテムを充実させていくってところでやっていこうかなと思いますね。ハテナ。はいと。あー、盾がまだベテランになってないんだね。2方向ですね。上と下。弓はこの辺とかに、上に上げといた方が良さげな気がするな。あ、来てる。縦に向かわせよう。どの辺がいいんだろう。弓は上に上げとくか。いや、これ、もう全部隊行ってもよかったかな。人数が多いぞ。この消耗戦になってんじゃね、これ。大丈夫？弓の配備をこっちにするか。で、大丈夫かな？盾。間に合う？槍を向かわせるか。4人ぐらいまでに減らせたらベストかな。6人。あ、結構多いね。おー、でも完璧ですね。誰も消耗しなかった。次、弓か。弓ですね。弓は、弓対弓でとりあえず打ち合えるようにしつつ、盾で守ると。で、逃げたやつがいそうだから、ここら辺にしとくかな。よいしょ。上陸するまでに3人。いいですね。で、上がってきてすぐ仕留めると。完璧です。これはなんだ？弓か、また。弓2人だったらこれの方がいいか。盾、もう1個向かわせる。よいしょ。弓2組ね。打ち下ろせる環境に行きますか。あー、なるほど、なるほど。こういう形の方がいいのかな？来てるね。あれは歩兵が普通の雑兵ですね。普通の雑兵なんで、でも結構人数多いな。槍、もう全員向かせてもいいでしょ、これ。敵来ねえよ、そんな早く。よいしょ。オッケー、超消耗させてる。いいね、弓。最高だ。ヤッホー！全部終わりましたね。オッケー。また弓か。弓じゃねえや。歩兵ですね。弓で上から打ち合える環境にして、どうするかな。この盾を、あんまり一律の関係にしたくないんですよね。敵に包囲されそうな気がする、これ。大丈夫かな？あれ？ 間違えた。黄色をここに配備する予定だったんだけど。OK。
どれくらい減らせるかですね、これ。オッケーオッケー。イエーイ。これ足りるかな？強化できるかね？あー、ダメか。まだベテランにはいけなさそうですね。次は上か。ここですね。うん。お、これ簡単だね、守るの。下ろしとくか。弓兵以外を下ろしとくかね。この辺？この辺。多分こんな感じだね。あー、やっぱそうだ。多分あとは対角線ぐらいのところから来るか。歩兵だから大丈夫でしょう。弓で裏から潰しつつって感じになるのかな、これ。上陸前にこれ全滅すんじゃねえ。 OK。 おすごいね、弓さすがだ。イエス、ほぼ完封ですね。いや、ここでいいか。これ反対側に来そう。配備しとこう。この人数ならね、撃ち漏らす心配もないね。弓がいるし。おー、オッケーオッケー。超少なくなってる。よし。オッケー、来た。盾か。これ大丈夫？やれる？どこに上陸するんだろう。こっちかな。これ、一人大事すのきついかもね。どっち投げてくる？上陸どっちだ？逆か？逆だな。こっちだな。これ多分、盾じゃないぞ。盾か。あー、投げてきてるやつだ。危ね危ね。あ、撃ち回したい。間に合うかな。お、あ、やめろやめろ。OK。壊れてないからセーフなのか、これは。よいしょ。いいんじゃない、これ。よしよし、完封完封。あー、これちょっとねきついわマジで。こいつ答え、弓兵も来てるのか。オッケー、弓兵は完璧ですね。チェンジ。オッケー。また弓兵か。駆け足。いやー、いける？このままの配備でいくか。よし。オッケー。こっちは？イエス。おー。危ねえ危ねえ。火かけられたけど、大丈夫だったね。お、ハンマーかな、これ。ん？イエーイ。で、こっちですね。強化強化。なんだこれ。おー、斧ですね。あ、やべ。外せないのかな、これ。あ、やべ、ダメだ。まあ、いっか。で、強化ですね。まあ、いや、盾はね、攻撃力に欠けるところがあるからな。盾でやれない相手を、これでやれるみたいなこともあるかね。ん？じゃないかな。よし。で、次は、ここ目指していきましょう。よいしょ。
ちょっとね、最近知り合いにね、動画が長えって怒られたんでね、ちょっとね、1時間は長いってことをね、言われましたね。編集するしろとは言われたんですけど、さらさら編集する気はないから、そうするとね、動画を短く絞っていくしかないかなっていう。だからちょっとね、30分くらいに収められたらいいかななんて思ってますね。なんで、あと1、2回戦って終わりみたいな感じにしようかな。オッケー、ここ2個から上がってくるしかないんだね。敵は縦ですね。縦はこっち。ここから撃ち下ろせるか。槍ですね。縦には槍がいいですね。こんな感じ？うん。後ろもね、海岸線沿いじゃないし、いいんじゃないかな。おー、いいでしょ、いいでしょ。うわー、ほぼ完封ですよ。いいな、いいな。で、弓はここに置いて、縦に1体か。間に合うかな、配備。OK。間に合う、間に合う。いいですね。このゲーム結構簡単なんですけどね。意外とね、油断すると死にそうになるから。あんま余裕ぶっこいてはダメですね。ちゃんと見極めていこう。オッケー。完封完封。弓。あ、これ、後ろに逃げられるかもな。この辺に配備しとくか。ここですね。逃げられた時用に前に行っとくか。ヘイトは盾が稼いでるから、大丈夫だね。オッケー。オッケー。いいでしょ、いいでしょ。で、次が弓ですね、後ろ。こっちからも来てた気がするな。ここに入れとくか。これ逃げ場ないね。来てないか。あ、これ最後の攻撃？あ、違うよね。もう一回来るよね。オッケー、オッケー。あ、二面攻撃か。じゃ、雑魚の消費をがっつりできる弓をここに配備して、剣はここでいいか。下げとこう。よし、いいでしょ、いいでしょ。よし、フォローに回す。あ、もう終わってた。槍は強い、やっぱり。ザコにはやっぱ槍強いですね。はい。おー、来た、ベテラン。強化。強化。おー。いいですね。弓はどうするかね、これ。エリートにしちゃうか、あと1上げて、面制圧強化するか。兵隊自体を強くした方がいい気がするんだよな。あー、家2つしかないんだ。ここ行きますか。大丈夫だよね。1、2、3、4。4枠。来るまでにあるんでね。ここ攻めて、1、2でしょ。3、4。で、1個ギリギリだから。で、その後上上がって、5、6。ああ、いけますね。大丈夫です。じゃあこっちですね。あー、難しそう。難しそうですね。ん？登ってくる場所は2箇所なんだ。これは海岸線で戦わない方がいいかもしれないな。でも、配備しとく。あ、吹き飛ばされるやつとかで吹き飛ばされると、落ちちゃう可能性があるな。弓？これ弓？弓だったら吹き飛ばされる心配はないけど。
大丈夫か、この辺に配備しとくか。あんまりね、上陸させてから時間かけるとね、配備が間に合わないからね、海岸線でやれたらそれはそれでいいんですよね。あ、こっち来ちゃう？こっち来ちゃうか。オッケー、完璧だね。お、槍。槍は大丈夫でしょう。きっちり仕留められる気がする。次来るのは弓ね。オッケー。弓上陸こっちに来るか、ここにも置いとこう。あ、やめた。これ多分船で吹き飛ばされるわ。オッケー、来てるね、盾。あ、逃げてんだ。あ、上がるしかないな。うん。で、ダメだ、これ、あいつ強そうだから、こういう風に守った方がいい気がするな。一個、置いとくか。で、これ弓か。弓の上陸どこなんだ、これ。こっちか。間に合うかな。オッケー、あー完璧ですね。どっから登ってくるか、ここら辺にして、盾で守って、弓をこの辺配備する。あ、違う、間違えた。槍狭いとこ得意ですからね。あ、ダメだ、ダメだ。一回盾を前に上げとくか。これスイッチとかできればいいんですけどね。他には来てないか。あ、来てる来てる来てる。オッケー、完璧。あ、残しといてよかった。これは弓兵？弓兵だね。しかも弓兵結構多いな、人数。ああ、間に合いそう。オッケーオッケー。逃げてきた時用にしようか。お、ちょうどいいとこに来た。ああ、打ち漏らしたやつ、やっぱ来たね。オッケー、いいでしょう、完璧完璧。これどっちから上がってくる？あ、大丈夫だね。こっちに上がってくるんだったら、ここで、いけるようにしとこう。よいしょ。あ、こういう時に高々で飛び降りる的なやつが有効なのかもしれないな。こんなもん、一人で十分だろうって気もするけど、1ユニットで。一応弓で援護。あんまり食らってないとはいえ。オッケー。まあ、でも弓、配置しといてよかったですね。斧。おー強い。やばい、兵士が少なってる。盾同士はまずい。あぶねー。いやー、簡単とか言って嘘吹いてる場合じゃねえ。あぶねえ、あぶねえ。許可できる。あと1個ですね。あ、疲弊してるね。ここ。あー、なるほど。海岸線塞ぐには、あー、これむずいな。ここの岬らへんでやると厳しそうですね。弓兵はもうこの辺だろう。多分。どの辺に配備するかな。どこ来てる？あー、そこか。何？ 1 体しか来てないぞ。お、3体来てる。やべ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 。これどうすっかな。
ここに行く、ここに配備する、立って、うわーきつそうだなこれ、うん、この辺ですね。1体しかいないのがちょっと意味深ですね。あれここで2方面でやれるかな。うん、家がちょっと不安ですけど、オッケーオッケー、損耗なしでいけたかなこれ。よしよし、どっち上がってくるかなこれ。同じパーティーンでやればいいか。弓兵をここだな。おお強い強い。あ、撃ち回したやつがあっち行くぞ。おお、いいねいいね、当たんね当たんね。歩兵はこっち来るのか。あれ、前に突進するスキルがあればよかったね。これ突っ込ませよう。オッケー、下がる。うん、来てるね。おわ、来てる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 、めっちゃ来てるな。歩兵、槍はこっちにするか。歩兵雑魚だね、こいつだ。どっちに上がってくる？ここで待機しとくか。あ、もうちょい前に出よう。後ろ、湖だから、やられちゃう可能性がある。オッケー、いいでしょう。火かけられかけたけど、あぶねあぶね。これ難しいな。大丈夫だな。ここですね。ここと。はい、じゃあ、上がらせる作戦ですね。4ユニットもいるから、大丈夫でしょう。オーケー、オーケー、いいぞ、いいぞ。スキル。あれ、あ、斜めいけない。斜めいけない。あー、でも完璧でしたね。よかった。ん？お。やったー！次、槍行ってみる？強化。よし。よしよし。で、弓兵強化しましょう。よし。いいね。おー、新しい人員の確保ですね。あ、まだ続く？ 30 でまだありそうだな。ここで終わりそうな気配をしてたのに。まだ行きそうですね。糸が、紐が、紐っていうか線がね、続いてる。30もあるな、奥に。よし、じゃあ、ここですね。ん？なんだこれ。柵が設けられてんのかな？あー、一人。待って、危ねえ危ねえ危ねえ。一人。これ何？槍兵か。槍兵なんだね。縦にしとこうか。じゃあ槍二人いてもどうしようもないからな。うん、うんうん。お、しかも槍兵、ああダメだ、やっぱ弱いわ。育ってない。槍兵ですね。弓でフォローしつつ立ていくか。全面フォローしとくかも。
間に合うでしょこれ。まだ来てないしね、気配が。あ、来たね。さっさと退治して先進んだ方がいい。オッケー、盾ですね。槍をまずは前面に押し上げていこう。盾兵だからな、二人では十分かって感じですけど、という意味でこっち来た時に援護しとくか。上がってくる場所は2パターン。あーでもな、結構来ますね、いろんなところから。家が下にあるから守りづらい。オッケー、チク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 。いやー槍強い、盾に対してはほんと強いわ。あ、どっから守ればいいかな、これ難しい。弓兵を上げとくか、こっちに。これ要所を抑える。これどこに入っていくんだ、これ。こっち、あ、違うな、ここだ。この辺、こっち迂回してこられた時用に。あ、オッケー、大丈夫だね。オッケー、オッケー。これは盾か。違う、これなんか投げと伸ばしてくるやつ、ジャベリン使ってくるやつだね。あー、また、危ない危ない危ない。ジャベリン要員は下げとこう。投げ終わったら突っ込む、投げ終わったら突っ込む。まだ？オッケー、来た。投げ終わったら突っ込む、よし、イエス。あー、ここどこだ、歩兵。雑魚が多いな。あ、これ弓？弓隊かな、これ。あ、弓っぽそう。弓っぽそうですね。あ、弓ですね。結構な人数いるからね。うわー、でも超弓強い。うちの弓やべえぞ。もう上がってくる前に終わってんじゃん。やーべえ強さだ。かっこいいぞ、こいつら。弓強え。エリートにしてよかった。超強い。2体来るのか。こっちですね。弓に。あー、これ。今からの移動すれば。おお、やっべ、弓でほとんど死んでる。終わってんじゃん、マジで。いいんじゃない？どっちに逃げても大丈夫だね。おー、しかもバラバラにいった。こいつらアホだ。戦力分散させるとかアホですね。てか超届くな、弓。てかあそこで遊んでるやつがいる。突っ込ませるか。よし、いやー、よかったよかった。いや、順調ですね。アップグレード可能なの？ OK、 許可できますね、これで。あー、ダメだ、上げなきゃいけないんだ。よし、じゃあ槍を、これで槍2でいけるのか。一直線で槍を突進するスキル。これ戦力分散させてよかったのかな。コインそんな手に入んないからね。レベルアップとか経験値集めみたいなのができればね、いいんですけど、結構ギリギリですからね。ここ行って、まあいや、一旦ですね、今回はここで終わろうと思います。いや、長かったからな、30分
以内に収まってるでしょう。はい、また次回ですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。